高田忠氏は日本の裁判官。ゾルゲ事件で裁判長を務めた。北海道札幌市出身。北海道町立札幌第一中学校、第一高等学校を経て、1925年に東京帝国大学法学部を卒業。同年司法官司法となり、以後東京地方裁判所判事、検事、台湾事務事務官、企画委員書機関。 司法省刑事局第四課長、第三課長などを歴任。1942年、東京刑事地方裁判所部長判事として、ゾルゲ事件の主犯とされた、尾崎秀美とリヒャルトゾルゲらの裁判の裁判長となる。尾崎とは一行、東京帝大を通じて同期生、友人の間柄であったが、高田が尾崎に対して下した判決は死刑であった。高田は判決の後、 次のように付け加えたという。現在の尾崎秀美の立場も心境も十分認めている。だが、その行為を国法は許すことができない。命をもって国民には美を戦後の1946年に奈良地方検察庁検事制となったが、在任中の翌1947年1月6日死去。 戦後の1945年11月の新聞社のインタビューにおいて、高田は、尾崎は、あの人柄、あの知識を持って、新聞記者時代、満鉄時代を通じた日本上下の広い交友、関係から得た、最高の機密をゾルゲに提供していた。これが試し系と断じられたのであるが、個人的に言えば、やっぱり尾崎は立派な、日本人だったと確信する。 彼が戦争防止に身を投げ打っていたことは確かだ。彼は日本人だからもちろん日本を愛していたことはよくわかっていた。しかし彼はまたソ連を愛し、ソ連の方式によって世界を平和に導こう。そのためにはソ連を防衛しなければならない。戦争は絶対避けなければならない。そういった観点から彼の行動があったのだと述べている。ありがとうございます。